インスタントメッセンジャーとは、コンピュータネットワークを通じて、リアルタイムコミュニケーションを実現するアプリケーション。接続中のユーザーを確認し、ユーザー間で、リアルタイムに短いメッセージをやり取りすることができる。近年では、ファイル送受信機能や、音声通話機能、さらには、ビデオチャット機能などの搭載が進んでいる。一般的な文字セットのほか、スマイルやアニメーションエモティコン。 背景画像に多種の装飾が使用できるものもある。クライアントを配布する企業が中央サーバーを提供しているのが普通だが、ユーザーによって作られた互換クライアントも多数存在する。小規模な欄内での使用を目的として中央サーバーを必要としないものもある。基本的に各サービスに互換性がないことが欠点。また、スカイプなどのインターネット電話ソフトも、 インスタントメッセージング機能を備えていることが多く、インスタントメッセンジャーとして扱われることも多い。このほか所定のコンピュータネットワーク用、クライアントソフトウェアの付加機能として、メッセンジャー機能を備えるものも見られる。例えば、講述するゲーマーメッセンジャーでは、通信体制や協力プレイにおいて参加者を募ったり、あるいはゲームを通して、 こういう関係を持った他者とのコミュニケーション手段として、メッセンジャー機能を備えている。近年ではメッセージを送信するアプリであることから、メッセージングアプリなどと故障されたり、チャットでの会話をするアプリとして、チャットアプリなどとも故障される。また、備えてる機能の関係等から、抗義の意味でのソーシャルネットワーキングサービスとして、SNS アプリと呼ばれるアプリもある。 複数のサービスを扱えるソフトウェアについては、マルチプロトコルクライアントを参照。厳密にはメッセンジャーに分類されないが、インスタントメッセンジャーと同じような機能を持っていることもあるため、混同されたり似たような扱いをされるコミュニケーションツールやシステム、サービス、チャットサイト。欄上でチャットとメッセンジャーが利用できるソフトウェア。閉鎖されたローカルネットワークでの使用を目的に、 開発されているが、諸条件が一致すれば、インターネットでも利用は可能。ただし、元来の利用法からは、外れるため好ましい利用法とは言えない。複数の IM システムを扱うことが可能なもので、多くはサードパーティー性ダウムメッセンジャー、オジゴ、インスタントランデブーなどでは、それぞれのネットワークを利用しながら、独自のクライアントソフトを使用する。 いわば OEM 提供の形でのサービスがいくつか存在した。ありがとうございます。